自然言語処理は人間が日常的に使っている自然言語をコンピュータに処理させる一連の技術であり人工知能と言語学の一分野である。計算言語学との類似もあるが自然言語処理は工学的な視点からの言語処理を指すのに対して計算言語学は言語学的視点を重視する手法を指すことが多い。 データベース内の情報を自然言語に変換したり、自然言語の文章をより形式的な表現に変換するといった処理が含まれる。応用例としては予測変換、IME などの文字変換が挙げられる。自然言語の理解をコンピュータにさせることは自然言語理解とされている。自然言語理解と自然言語処理の差は意味を扱うか扱わないかという説もあったが、 最近は数理的な言語解析手法が広められたため、パーサなどが一段と精度や速度が上がり、その意味合いは違ってきている。もともと自然言語の意味論的側面を全く無視して達成できることは非常に限られている。このため、自然言語処理には、携帯素解析と公文解析、文脈解析、 意味解析などをシンタックスなど、表層的な観点から解析をする学問であるが、自然言語理解は意味をどのように理解するかという個々人の理解と推論部分が主な研究の課題になってきており、両者の境界は意思や意図が含まれるかどうかになってきている。自然言語処理の基礎技術には様々なものがある。自然言語処理はその性格上、 扱う言語によって大きく処理の異なる部分がある。現在のところ、日本語を処理する基礎技術としては以下のものが主に研究されている。現状発達している言語 AI 技術は多次元のベクトルから単語や文書の意味の近さをその相互関係から推定しているもので AI の言語理解は人間の言語理解は根本的に別物である。自然言語理解は AI 完全問題と言われることがある。なぜなら、自然言語理解には、世界全体についての知識とそれを操作する能力が必要と思われるためである。理解アンダースタンディングの定義は、自然言語処理の大きな課題の一つでもある。人間とコンピュータの間のインタラクションのインターフェースとして、自然言語がもし使えたら、非常に魅力的である、といったこともあり。 コンピュータの登場初期には自然言語処理にある種の過剰な期待もあった。シュラドルーなどの初期のシステムが世界を限定することで非常にうまくいったことにより、すぐに行き過ぎた楽観主義に陥ったが、現実を相手にする曖昧さや複雑さがわかると、楽観的な見方や過剰な期待は基本的にはなくなったが、 何が簡単で何が難しいのかといったようなことはなかなか共有されなかった。やがて21世紀に入ってしばらく後に音声認識による便利なシステムがいくつか実用化、運用され多くの人が利用したことで何が簡単でどういうことに使うのは難しいのかが理解されるようになりつつある模様である。二千十九年 GPT- にバートなど ディープラーニングを応用した手法で大きなブレークスルーがあった。自然言語処理における課題をいくつかの例を用いて示す。We gave the monkeys the bananas because they were hungry.We gave the monkeys the bananas because they were over.Life, time flies like an arrow. 典型的には、比喩として時間が矢のように素早く過ぎると解釈する。空を飛ぶ昆虫の速度を 矢の速度を測るように測定せよ。つまり、タイムフライズアズユー・ウッド・アン・アローと解釈する。矢が空を飛ぶ昆虫の速度を測るように、あなたが空を飛ぶ昆虫の速度を測定せよ。つまり、タイムフライズ・イン・ザ・セーム・ウェザット・アン・アロー・ウッドと解釈する。矢のように空を飛ぶ昆虫の速度を測定せよ。つまり、タイム・ゾーズ・フライズ・ザット・アレ・ライク・アローズと解釈する。 タイムフライズという種類の昆虫は一つの矢を好むこの解釈には集合的な解釈と個別的解釈があり得る。タイムという雑誌は投げると直線的な軌跡を描く英語では特に語形変化による語彙の区別をする機能が弱いためこのような問題が大きくなる。また英語も含めて形容詞と名詞の就職関係の曖昧さもある。 例えば、Pretty Little Girls School という文字列があると、する。他にも次のような課題がある。統計的自然言語処理は、確率論的あるいは統計学的手法を使って、上述の困難さに何らかの解決策を与えようと、するものである。長い文になればなるほど、従来型の自然言語処理では解釈の可能性の、組み合わせが、指数関数的に増大していき、 処理が困難となる。そのような場合に統計的自然言語処理が効果を発揮する。コーパス言語学やマルコフレンサといった手法が使われる。統計的自然言語処理の起源は人工知能の中でもデータからの学習を研究する分野である機械学習やデータマイニングといった分野である。自然言語処理の応用技術として以下のような技術が研究。 実用化されている。また、言語学への応用も考えられている。ありがとうございます。